銭湯好きとかほんと変わってる。そうかな、好きだけどな。私には理解できない。帰ってこない、ユーサちゃんが変な事件に巻き込まれてないね。彼氏いるのか彼氏いるのかってしつこく聞いちゃったんだろ。なんでみんな宝屋に来るんだろうね。謎だね。ほなみちゃんってさ、どんな人が好きだった？湯上がりスケッチ、木曜夜10時光 TV にて独占配信。